皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もウィレー2020やっていきましょう。今回は11月11日来週の月曜日に登場するクラブセレクションの選出選手、そして能力の選考公開の方をやっていきたいと思います。今回クラブセレクション何が出るかというと、アトレチコミネイロ、そしてパルメイラス、サントス、バスコダガマ、こちらのねブラジルの4クラブが登場しますということで、今回はねアトレチコミネイロ、そしてパルメイラスの方を先に紹介したいと思います。はい、まあアトレチコミネイロが正直微妙なガチャで、パルメイラスはどちらかというとまあいいガチャかなという感じです。ということでね、どんな選手、あと能力、そこら辺を見ていただければと思います。早速やっていきましょう。はい、ということで早速やっていきましょう。まずアトレチコミネイロですね。今回もレベル1でのね、紹介ということになります。まあレベル上限ね、まあはっきりしてる選手もいるんですけど、まあ全部選手が合ってるか正直わからないというところで、まあ過去にもね、何選手か違った選手がいるので、今回はレベル1で紹介して、ガチャが出た後ね、後日レベマの紹介と、あと詳しいね、スキルとあったりとかの紹介もするので、そちら見ていただければと思います。まずはゴールキーパーのビクトルですね。こちらはレベル上限が20の選手ということで、まあ3、4上がるという感じです。総合値は79から86ということで7上がっています。フィールドプレイヤーの能力は全て5上がってますね。ゴールキーパーの能力も、ほとんどが5上がっていて、キャッチングこちらだけ8上がってます。全て90は乗ってきますね。特徴で言うと、レベマにしても、カンストする項目は、ありませんね。身長が193の守備的ゴールキーパー、スキルは PK ストッパーということで、そちらしかついていません。おすすめ度っていうのをね、毎回紹介してるんですけど、5段階評価の最高が5ということで、こちらの選手はおすすめ度1ということになります。はい、続いてがセンターフォワードのヒカルド・オリベイラですね。こちらの選手はノーマルが78から、グラブセレクションは86ということで8上がってますね。今回はオフェンスセンス、こちらが7上がっての90、他の項目は4上がりということになります。逆足頻度4で精度が3、コアンが5ですね。こちらの選手の上限が15ということで、まあ大体2、3上がるということで、39歳のベテラン選手みたいですね。ラインブレーカーの選手なんですけど、まあ足はね、そんな速くないです。スキルはワンタッチパス、ワンタッチシュートを持っています。熟練センターフォワードって感じですね。おすすめ度は2ですね。はい、続いてがカサレスですね。こちらの選手は、能力はこうなります。ノーマル79で FP が85ということで6上がりますね。今回はスタミナ、こちらが7上がっての77ということで、あとの項目は全て4です。逆足頻度が3で精度が2、残念ながらコンアン2ということになります。上限が28なので、4、5上がる計算ですね。はい、こちらの選手の特徴で言うと、レベマ能力、まあ結構高いんですけど、コンアンは2ということでね、結局使わなくなるというか、使えなくなるっていう方が正しいですかね。はい、スキル5つあるんですけど、まあ、OMF としてワンタッチパスは持っていませんということで、そのあたりが欲しいですね。ただ中盤より前すべてね、できるユーティリティプレイヤーではあります。おすすめ度は1ですね。はい、続いてがエリアスですね。こちらの選手は、総合値76から83ということで7上がっています。今回はキック力、こちらが7上がっての83ということで、あとの項目が4上がりということになります。こちらの選手は、まあ、90超えの項目が今のところないので、まあ、85を超えている項目が、まあ、色分けされていると。なのでスタミナが、まあ、86ということで、高い項目です。逆足両方とも2で、コアンが4ですね。こちらの選手、上限が24ということで、まあ、3、4上がるということになります。特徴としては、プレイスタイルがボックス2ボックスなんですけど、スキルが1つもないということですね。能力は平均的で、まあ、中盤、まあ、全てできるユーティリティプレイヤーって感じですが、おすすめ度は正直1ですね。はい、続いてがセンターバックのヘベルですね。こちらは総合値は77から83ということで、6上がってます。こちらの選手は金の選手ですね。今回はボールダッシュ、こちらが7上がっての88ということで、ここが一番伸びています。あとが、全て4上がってるということになります。逆足が両方とも3で、コマンが6ですね。こちらの選手も上限は24なので、だいたい3、4上がるということになります。こちらの選手の特徴で言うと、プレイスタイルがオーバーラップ、身長が192なんですけど、今週はライブアップデート D みたいですね。スキルがヘッダーマンマーク、キャプテンシーの3つしかないということで、まあ、その点も含めておすすめ度は1ですかね。はい、続いて紹介するのがビニシウス・ゴエス。こちらの選手は
OMF の選手ですね。ノーマル76で FP が83ということで、こちらは総合値は7上がってますね。こちらの選手は今回はボールキープ、こちらが7上がっての77ということで、あとの項目が全て4上がっているということになります。逆足両方とも4で、コアも4ということになります。はい、こちらの選手上限が28なので、だいたい4号上がる計算ということになります。こちらの選手の特徴で言うと、プレイスタイルは2列目からの飛び出しなんですけど、こちらもスキルは1つもないということになります。で、能力もレベマにしてもちょっと平均的かなというところで、正直おすすめはあまりできません。おすすめ度は1ですかね。はい、続いてがファビオサントスですね。こちらは左サイドバックの選手ですね。ノーマルが76で FP が82ということで6上がってます。今回はキック力、こちらが6上がっての86ですね。他の項目は、この選手だけなぜだか3しか上がってません。逆足両方とも2で、コアンが7です。上限が25なので、4号上がる計算です。特徴としては、まあ、足は遅いんですけど、足元のあるサイドバックって感じですかね。スキルは4つで、全て攻撃的なもののみということになります。ただ、まあ、コアンが7で、今週はライブアップデート B ついているので、この点はいいかもしれません。ただおすすめはあまりできないので、おすすめは2ということになります。はい、最後は、イゴール・ハベロですね。こちらの選手は、センターバックの選手ということで、ノーマルが75、FP は82ということで7上がります。今回はヘディング、こちらが7上がっての87すべて、あとは4上がってるって感じですかね。逆足22のコアンが5です。上限が35ということで、まあ、このガチャで言うと一番レベル上限は上げれますね。56上がる計算です。特徴としては、プレイスタイルハードプレスで、身長が190の大型センターバック。ただスキルがヘッダーとインターセプトのみしかないということで、2つしかありません。まあ、育成したらワンチャンあるかと思ったんですけど、まあ、レベマ見てましたけど、正直強くないということで、おすすめ度は1ということになります。はい、ということでね、アトレチコミネイロ、全選手見ていたんですけど、おすすめ度正直2以下の選手ばかりなので、正直引かなくてもいいガチャかなと正直思ってしまいました。はい、続いてパルメイラスの方を紹介したいと思います。先ほどのアトレチコミネイロ、結構ね、いい選手いなかったんですけど、こちらのチームは結構いい選手ね、揃っているので、まあ中にはね、当たりの選手もいるかと思います。まずは右サイドハーフのドゥドゥですね。ノーマルが83で FP だと88ということで、総合値は5上がってます。こちらの選手は今回は、決定力、こちらが6上がっての84ですかね。あとのものが、まあ、3上がってるって感じです。逆足33のコアンが7ですね。こちらの選手上限が26ということで、ここから4号ぐらい上がるということになります。まあ、特徴で言うと、足元に優れていて、まあ、決定力の高いサイドの選手って感じですかね。スピード面も90超えてくるので十分です。コアンだったりとか、あと逆足も良好、あとスキルはカンストしてるんですけど、ワンタッチパスなので有能なものありますし、今週はライブアップデート B ついているのでね、このあたりもいいかと思います。おすすめ度は4ですね。続いてがセンターバックのグスタボ・ゴーメス。こちらが79から86ということで7上がってますね。こちらは今回はアグレッシブネス、こちらが7上がっての93ということになります。あとのものが全て4上がりということになります。逆足両方とも2で、コアンが6です。こちらの選手の上限は28なので、4号上がる計算ですね。特徴としては、まあ、少しね、センターバックとして、まあ、小柄な、身長が185センチですね。ただスピード瞬発、こちらレベマにすると全て80は超えます。あとはジャンプ、アグレッシブネス、このあたりが95を超えてきますね。この選手も今週はね、ライブアップデート B ということで、この辺はいいですね。ただスキルはインターセプトないので、追加をね、ご検討した方がいいかなという感じです。おすすめ度は3にしてますね。はい、続いてがブルーの円引きですね。こちらの選手は、週刊 FP の方で出たブルーの円引きとは違う選手ですね。こちらの選手は、DMF の選手です。ノーマルは 79、FP が86ということで7上がってますね。今回はボールダッシュ、こちらが7上がっての80ということになります。あとは全て4上がり、90を超える項目がないので、80以上の項目が色分けされています。はい、逆足頻度が3、精度が2、コアンが5ですね。こちらの選手の上限は26なので、ここから4号上がる計算です。特徴としては DMF 登録なんですけど、プレイスタイルはボックス2ボックスということになります。でスキルも攻撃的なものが、確か6個ぐらいしかついてないんですけど、全て攻撃的なものしかありません。能力は正直平均的って感じですね。おすすめ度は2にしています。
はい、続いてが、グスタボ・スカルパですね。こちらの選手は OMF の選手ということになります。総合値は79から86ということで7上がってますね。こちらの選手、今回はボールコントロール、こちらが7上がっての86ということになります。後のものが全て4上がりということになります。逆足両方ともにで後半が5ですね。上限が31ということで、このガチャで唯一ね30を超えてくる選手です。56上がる計算ですね。特徴としては足元とあとセットプレーが強みの選手、まあ、キック力が95だったりしますね。プレイスタイルがチャンスメーカー、まあ、スキルはカンストしてるんですけど、ワンタッチパスとか結構シュート系もね、多いのが特徴かなと思います。まあ、有能なもの結構揃っております。おすすめ度は3ですかね。はい、続いてがフェリペメロですね。こちらの選手は、まあ、DMF の選手ということで、結構ね、前作も使われている方多かったですし、結構有名な選手だと思います。ノーマル78、クラブセレクションは85ということで7上がってます。今回はスタミナ、こちらが7上がっての85、あとは全て4上がり、逆足両方ともにでコアンガ5ですね。5じゃなかった7ですね。上限の方が20レベということで、まあ、3-4上がる計算です。特徴としてはディフェンス能力が高くて、あと対人に強い、まあ、今作向きの選手かなと思います。ただスピードは、両方とも80には届きません。後半が7ですし、今作はスキルもかなり増えて8つついているということになります。おすすめ度は4ですね。はい、続いてが右サイドバックのマルコス・ホシャですね。こちらの選手は、ノーマルが78、FP が85ということで7上がってます。今回はフライパス、こちらが7上がっての81ということで、後の項目すべて4上がりです。逆足22の小上が6ですね。こちらの選手の上限26ということで、こちらは45上がる計算ですね。特徴としては、スピードが、瞬発も含めて95へということになります。プレイスタイルは攻撃的サイドバック、まあ、スキル4つなんですけど、ワンタッチパスとかインターセプトとかマンマーク、結構優秀なものをついていますね。他能力は平均的って感じです。おすすめ度は3ですね。はい、続いては、左サイドバックの、ジオゴ・バルボーサですね。こちらの選手、ノーマル78、FP は84ということで、ここから、まあ、金の選手ということになります。総合値は6上がりですね。今回は瞬発、こちらが7上がっての89ということになります。後の項目すべて4上がりです。逆足33の後半が5ですね。こちらの選手の上限26ということで、45上がる計算ということになります。あ、違いますね、29上がる、上限が29なので45上がる計算は変わらないんですけど、29でしたね。特徴としては足元とスピードが武器の選手かなと思います。でスキルがピンポイントクロスとインターセプト、こちらの2つしかないので、まあ、出た方は、まあ、追加が必要かもしれません。で今週ライブアップデートを D なので、まあ、この辺がちょっと気にはなりますね。おすすめ度は2にしています。はい、最後は、ゴールキーパーのウェベルトンですね。こちらは78から、84ということで6上がってます。フィールドプレイヤーの能力すべて5上がりです。ゴールキーパーの能力は基本的には5しか上がってないんですけど、コラプシングだけ、今回は8上がっての95ということになります。逆足22のコアンガ5ですね。こちらの選手の上限は26、45上がる計算です。レベマにするとコラプシングのみカンストするということになります。こちらも守備的ゴールキーパーで、身長は189ですね。スキルは低弾道パントと、あとロングスローとキャプテンシーの3つを持っています。で今週ライブアップデート A がついているので、この点はいいんですけど、まあ、能力は正直微妙な感じはするので、おすすめ度は2にしています。はい、ということでパルメイラスはこのような感じです。アトレチコミネイロに比べると、まあ結構当たりの選手多めで、まあ引くならこちらって感じですかね。はい、ということで次回の動画で、サントス、あとバスコダガマの方を紹介するので、気になる方はそちらもご覧ください。こちらのチャンネルではこういう FP 関連の動画、まあ、FP の、まあ、リークの情報だったりとか、 FP の予想比較などやっていますし、月曜日にはクラブセレクションのね、ガチャ配信などやっているので、気になる方はぜひご覧いただければと思います。合わせてチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。